今回紹介するのは「茶色の朝」という本です。突然、茶色のペット以外は飼ってはいけないという法律ができたことで起こる変化を描いた反ファシズムの偶はフランスのベストセラーにオリジナルの絵と解説を加えた日本版この「茶色の朝」を読んで果たしてよそごと他人ごととしていられるでしょうか感じ方は、 もちろんそれぞれぞですし、具体的にに何かしよう、とくわだかに言うつもりりはありません。でも、私たちが知らない間に茶色に染まりそれが日常になっている怖さ何も不思議に思わない無頓着さ先日あるラジオ番組で今の子たちは日本が戦争をしている時全部の日本人が好戦的なテンションでいた。 と勘違いしているということを言っていました今も過去も無関心ではないでしょうが今も昔も同じ道を歩んでいるように思います緩末で高橋哲也氏も考え続けることを強調しているように思えます以上興味のある方は実際の商品を amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。